どうもレイです。11月の3日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日最初にお伝えする話題ですけれども、ジビエを中条地区特産へ試食会という記事がありました。日本最大級の野生動物の加工施設がある長野市中条地区で、地区で加工した肉を使ったジビエ料理のブランド化を目指して試食会が開かれました。試食会を開いたのは今年3月からジビエ料理の提供を始めた温泉宿泊施設で、2日は参加した長野市の加藤市長らに鹿とイノシシのひき肉を使ったキーマカレーやイノシシの肉を具に混ぜ込んだおやきなどが振る舞われました。長野市ではイカやイノシシによる農作物への被害がここ数年2000万円ほどと高止まりの状況が続いていて、市では被害を減らすために鹿とイノシシを年間1000頭前後駆除しています。この駆除した鹿とイノシシを有効活用しようと、長野市は中条地区に日本最大級の野生動物の加工施設を整備して、去年7月から本格稼働させました。温泉宿泊施設ではこの加工施設を活用して中条地区でジビエ料理を広めていくことで、地域のブランドに育てていきたい考えで、今後はソーセージなど日本人が食べ慣れたメニューの開発を進めていきたいとしています。試食会を開いた焼き餅屋の松岡さんは、和牛であれば神戸や松坂などの産地がイメージできるが、ジビエの原産地はすぐには思いつかないのではないか、この中条地区でジビエ料理を地域のブランドにして活性化につなげていきたいと話しています。私がまだ小学生ぐらいの頃ですかね、一度だけこのイノシシの肉っていうのを食べたことあるんですけれども、結構ね癖があったんですけれどもね、美味しかったです。それとね、鹿の肉っていうのがね、これ馬肉にすごくそっくりなんですよね。実際生食っていうのはねあまりおすすめできないんですけれども、鹿のね生肉っていうのを私食べたことがあるんです。まさにね柔らかい馬肉そっくりでしたね。そして上田には鹿の肉と馬の肉を使ったハンバーガーっていうのが実は売ってるんですよね。その動画をね実は撮影はしたんですけれども、ちょっと時間がなくてね、まだ編集できてない状態ですので、まあ今月中にはねそのハンバーガーの話題をね飯テロとしてねお届けしたいなっていうふうに考えております。それでは11月3日、今日は何の日をお送りいたします。今日は文化の日です。1946年のこの日、平和と文化を重視した日本国憲法が公布されたことを記念して、1948年公布制定の祝日法で自由と平和を愛し文化を進める国民の祝日に定められました。戦前は明治天皇の誕生日であることから明治節という祝日でした。皇居で文化勲章の親授式が行われます。海上自衛隊で基地一般港湾等に停泊している自衛艦において満艦食が行われます。そして文化の日を中心に文化庁主催による芸術祭が開催されます。博物館や美術館の中には入館料を無料にしたり、さまざまな催し物を開催するところもあるということです。今日の文化の日を、ね、きっかけに文化っていうものにね触れてみるのもいいかもしれませんね。そして今日はね多くの記念日があります。まずはじめに文具の日、東京都文具事務用品商業組合等が1987年に制定。文具と文化は歴史的に同じ意味ということから文化の日を記念日としたそうです。そして漫画の日、日本漫画家協会と出版社5社が2002年8月に制定。漫画を文化として認知してもらいたいということから文化の日を記念日としました。またこの日は手塚治虫の誕生日でもあるそうです。もうこの漫画というのはね日本の文化に、ね、なっていますよね。次がねレコードの日、日本レコード協会が1957年に制定。レコードは文化財ということから文化の日を記念日としました。もう現在ではレコード自体ねあまり見かけなくなりましたけれども、それでもね時折ねホームセンターとかにねレコードプレイヤーの新品がね置いてあったりするんですよね。思わず懐かしいなーって言って手がね伸びそうにはなるんですけれどもね、肝心のレコード版自体がもうね手元にないという状況にありますね。昔はねレコード版のねジャケットというのはね非常に重要視されていましてね、アイドルであったりとか歌手の方でもねレコードジャケットの撮影というのは自分をね表現する媒体の一つでもありました。
それでは次です。ハンカチーフの日。日本ハンカチーフ連合会が1983年に制定。フランスのルイ16世の王妃マリー・アントワネットが国内のハンカチは全て正方形にするようにという布告をルイ16世に出させたことから、マリー・アントワネットの誕生日11月2日に近い祝日を記念日としたそうです。それでは次です。いいお産の日。いいお産の日実行委員会が1994年から実施。1103をね、いいお産っていうね語呂合わせで読みます。出産の現状をもっと多くの人たちに知ってもらい、今のお産の状況を少しでもより良いものにしていく人であります。それでは次です。ゴジラの日。1954年のこの日、東宝の怪獣映画ゴジラの第1作目が封切られました。ファンの間ではこの日をゴジラの誕生日としているようですね。そしてね、唯一ね、広辞苑に載っている怪獣がこのゴジラなんですよね。それでは次です。みかんの日。全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が制定。いいみかんの語呂合わせで、11月3日と12月3日をみかんの日としているそうです。それでは次です。サンドイッチの日。サンドイッチ店チェーンの神戸サンド屋が制定。サンドイッチの生みの親とされるイギリスのサンドイッチ伯爵の誕生日であり、またいいサンドの語呂合わせだそうです。それでは次です。アロマの日。日本アロマ環境協会が制定。文化の日を記念日としたということですね。そして次ね、ちゃんぽん麺の日。長崎県製麺協同組合が制定。長崎の食文化であるちゃんぽんを PR しようと文化の日を記念日としました。本場長崎のね、ちゃんぽんっていうのをね、ぜひともね、長崎に行った時にいただいてみたいものです。次に調味料の日。日本調味料マイスター協会が2009年に制定。いい味の語呂合わせと伝統調味料から和食文化を見直してほしいということから文化の日を記念日としたそうです。それでは次です。いいレザーの日。日本皮革産業連合会が制定。いいレザーの語呂合わせ。レザーの似合う人に贈られるベストレザーニストの授賞式が行われるということですね。今日は文化の日にちなんだ記念日がたくさんでした。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。